ご説明ください。はい、お願いします。理由は、縦浦の7対3のロッドは、オリーバーカスタムの MH、 それとルアーはこれ1個しか使ってないんですけど、ドライブビーバーですね。もう1個の方、DN リミットのダイバーさん、それと、ロッド、これも、オンリーワンさん、オンリーワンさんのカスタムロッド、MH、それと、ドライブビーバーですね。これだけです。ご説明ください。今回優勝に貢献したタックルは、ルアーは OSP のドライブビーバー4インチ、リグはフリーリグの4分の1オンス進化をつけたものです。でロッドはダイワスティーズストライククランカー、でリールはスティーズの、8対1のハイギアのものを使っています。でラインは、3ラインのシューター FC スナイパーの18ポンドです。で気に入っている点は、ホール中の大きなアクション、そして最後にフリーになる動き、あとはこのマテリアルのバイトをしたら必ずフッキングするマテリアルの柔らかさが気に入って使っています。